作者は不詳ですが、堅実に作られている一貫張りの素地に、嵯峨蒔絵を範としたかのような、画味あふれる蒔絵の筆致など、確かな職人の技が伺える夏目です。駒沢理彩の切り箱と、洒落た仕覆を仕立て、正妻宗匠にお箱書きを依頼した数寄者の目により、お茶事を彩るお道具として、大切にされた夏目です。